皆さん、おはようございます。上野貴子の俳句 TV、 今朝の一句をお届けいたします。今日は12月の11日、金曜日なんですけれどもね、お天気の方は雨のようですね。さて、今朝の一句では芭蕉の俳句をご紹介しております。芭蕉は生涯に1000句余りの句を残したと言われているんですけれども、その中から毎朝一句ずつご紹介していきたいと思います。それでは今朝の一句、芭蕉55番目の句をご紹介いたします。天秤屋、今日江戸かけて千代の春。天秤屋、今日江戸かけて千代の春。1676年、芭蕉33歳の時の句です。それでは解説してみますね。京都、江戸を天秤にかけて比べてみても、千年もの長い年月はとても比べられないほどに、今日の初春も、そして江戸の初春も、どちらもめでたいものだと芭蕉は読んでるのではないかと思いました。さて、今日のこの句なんですけれども、まず上五、天秤屋と始まっております。ですから、これはこう天秤、こう測りですね。2つをこう左右でこう重さを測る天秤の天秤屋。そして中七、今日を江戸かけてと7文字で来ております。今日は京都の今日、そして江戸は今の東京、江戸ですね、の江戸。この二つは、まあ地名であろうと、今日、江戸、二つを天秤にかけて、というふうに言っておりますね。そして下五、千代の春で五文字です。千代の春で五文字。まあこの千代の春というのが、この句のね、決め手になるかなと思うんですけれども、もちろん季語は、春ですよね。千代の春となっておりますから、これは季節は春です。そして、この千代の春という言葉の意味なんですけれどもね、これは、千年、千代の春ということなので、千年までもと、祝う初春のことですね。千代にや千代にって言いますよね。の、まあ、千年も、長々千年も、続いている、このめでたい初春であるよ、という意味です。ですから、下五のこの千代の春と来ておりますので、これでまあ、お正月の句であるというふうにわかりますよね。千代の春ですから。まあ、芭蕉の時代は江戸時代なので、春イコールお正月ですので、これは、千代の春で、間違いなく春の句である。ところがね、少しややこしいのが、芭蕉は江戸時代の人ですので、今の季語に持ってくると、これは新年ということになる。そこがまあちょっとややこしいですけれども、まあ春と来てますので、季節は春、お正月で間違いないと思います。そして、上の方のね、句として一つまとめますと、天秤に計り、天秤の計りにかけている、京都江戸ですね。これを計りにかけてみても、どちらも甲乙つけがたく、おめでたい、千代の春ですよ。長い歴史を持った、どちらも同じようなめでたい初春です。というふうに歌っているんですね。まず、
天秤屋と最初に来ておりますので、これはお正月が京でも江戸でもどちらでも全くめでたい、どちらを比べても京のお正月もいいし江戸のお正月もいいし、どっちも、めでたいお正月だ、まさしくめでたい千代の春だ、千年もの歴史を持った、千代の春であるよというふうに芭蕉は歌っているのではないかと思います。リズムの方は天秤や五文字ですね。京うえとかけて7文字千代の春ですので、これはねおめでたい俳句らしく575できっちりと17文字でまとまっております。そして季語は春ということで、これは、千代の春でお正月、芭蕉はお正月のめでたさを読んでいると、京都江戸どちらもめでたいということをね読んでいるのではないかと思います。まあ芭蕉は、江戸のね今で言う芭蕉庵ですよね、あそこにね越して来られるまで、その間のことはまあ歴史的には、残ってはいるんですけれども定かでないこともたくさんあって、でそこにまあやってきてからのことは割とねはっきりといろんな史実に残っているということなんですけれども、それまでのことが、まあ、関西の方にいたのではないかと言われている説が有力で、言われているんですね。ですので芭蕉は、江戸で生まれた方ではないということで、京の方のお正月もそして江戸のお正月もどちらもめでたいなというふうにね、この33歳の頃には、読まれているという、ようなお句ではないかと思います。それでは最後にもう一度芭蕉55番目の句をご紹介いたします。天秤屋京江戸かけて千代の春。天秤屋京江戸かけて千代の春。1676年芭蕉33歳の時の句です。それではまた明日、バイバーイ、さよなら。